僕さ、これね、みんなに秘密にしてたことが1個あるんですよ。みんなに秘密にしてたことが1個あるの。その時期が来たら言おうと思ったんだけど、この間のその時期が来た時に言い忘れちゃって、今日人狼なのでちょっとあることをします。僕今日ちょっとさ みんなちょっと待ってちょっと待ってね。実はみんなに1個言い忘れてることがあって、完全に僕の趣味でこうなりたいって言ったのを完全に披露し忘れてたものが1個ありまして、ちょっと待っててね。僕で実はなんですけど、毛も耳つけれるのか、ちげえわ。あ、正解してる人いるわ。そう、正解です。ちょっとつまんねえな。僕右目赤になるんですよ。右目じゃない、ね、みんなから見て右目知ってたこれ知ってたこれ、みんな知らないよね多分そう、デトロイトのサムネで使ったんですけど、それ実はね、カラーコンタクトが入るんですよ、僕。これ言い忘れてたんだよな。なんならさ、僕のデフォルトこれなんだけどさ、そのなんかカメラを起動した時にパッて出てくる姿があるんだけど、パッて出てくる姿があるんですけど、そう、実はね、これがデフォルトなんですよ、僕。ほら。言い忘れてたんだけど。で、みんなびっくりさせようと思って伏せてたんだけど、伏せたまま今日を迎えてしまった。そう、だから1周年を迎えたら言おうと思いまして1周年を迎えたら言おうと思って、そう、こういうことになりましたよ。実はずっと黙ってたんですけどね。そう、僕めちゃめちゃなんか左右で目の色違うからさ、いいなと思って、でも言い忘れてたからやべーと思って、今日言おうと思って思ったせっかく1周年経ったから今日言おうと思って、左目何かあると思ってた。まあカラコンだけどな、普通に普通にカラコンだけどな。これ別に何かあるわけではないよこれで、そう、みんなに言い忘れてたのでちょっと今日言おうかなと思って、ショートでチラ見して、お前らさショートの時目見えねえとか言ってたくせに何言ってんだよ。チラ見も何もねえだろ。やだよ、やりたくないよまあこれからも普通にこれでいきますけどこれでやるけどまあさっきの続きだよね。そうです、言ってない人が電気室側行った人、はい、俺はエンジン湧いてそのまま運行室のタスク2個やった。巻いてね。なるほど。それの間に誰か他に。ありがとうね、ベイビー。